カシコン銀行の支店カシコン銀行はタイにある銀行。かつては英語名をタイ語から翻訳したタイファーマーズバンクとしていたため日本語ではタイの大民銀行と呼ばれていたが新しいコーポレートアイデンティティ導入でタイ語での名前は変わらないもののを訳さずタイ語発音のままアルファベットで表記する英語名になった。愛称は K バンク。それに合わせて日本語での呼び方も カシコン銀行に変わった。日本との取引を多行よりも重視しており、ジャパンデスクの解説、日本語対窓口が充実している。預金や取引の景品、キャッシュカードのデザインにドラえもんを採用している。イメージカラーはグリーン。1945年6月8日、500万バーツの資本金で設立し、対証券取引所に1976年、上場した。 タイでは4番目の規模を誇る銀行。セット50インデックスにも採用されている。2015年3月31日現在、登録資本金304億8600万バーツ、総資産2兆4748億7100万バーツ、預金1兆6533億9100万バーツ、貸出資金1兆5482億3800万、 バーツ、国内の支店総数は1128店舗。国外では、ロサンゼルス、香港、ケーマン諸島、新鮮、生徒、リュウミ見ゲ、新鮮市に、支店、北京、上海、昆明、東京、ヤンゴン派の違法地民に駐在員事務所、ラオスに、ラオスカシコン銀行の合計14カ所の国外拠点を有している。これらの支店及び駐在員事務所は、タイと、 取引相手国との小取引及び金融取引に関するサービス提供、支援業務等を行っている。かつてサッカークラブのタイファーマーズバンク FC を有していた。1994年、1995年のアジアクラブ選手権に優勝して同大会連覇を達成した最初のクラブとなった。また、現在に至るまで、 東南アジアのクラブによる優勝はタイファーマーズバンク FC のみである。1997年アジア経済危機が起こり、クラブのスポンサーであるタイ農民銀行の株の49%が外国人投資家たちによって購入された。それに続く企業再生のプロセスの中、2000年にクラブは消滅することとなった。ありがとうございます。